ロックアイランド軍はアメリカ合衆国入りの一周に位置する軍である。2000年現在、人口は14万9374人である。ここの軍庁所在地はロックアイランドである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1168平方キロメートルである。このうち1105平方キロメートルが陸地で63平方キロメートルが 水地域である。総面積の5.41%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口149,374人、6712世帯及び39,159家族が暮らしている。人口密度は135平方キロメートルである。58 平方キロメートルの平均的な密度に64,489件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人85.52%、アフリカン・アメリカン7.54%、先住民0.27%、アジア1.02%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種3.76%、および、 根結1.86%である。ここの人口の8.56%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は23.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.00%、25歳以上44歳以下が27.30%、45歳。 以上64歳以下が23.80%及び65歳以上が15.10%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は94.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.40人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は38,608ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は47,956ベイドルである。男性は35,998ベイドルに、対して女性は24,234ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は21,164ベイドルである。人口の10.70%及び、 家族の8.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.70%よび65歳以上の6.80%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。